はい、こんにちは。ということで今日ご紹介するのはパナソニックさんのオフタイムということになっております。電動アシストで言うとですね、日本の三大メジャーメーカーの中で唯一の折りたたみ仕様ということで大変人気のある車種ということになっております。実はこちらですね、お客様からご相談を受けまして、運動不足解消にこちらを積んでこういろんなところに持って行ってこう走りたいということだったんですよね。お客様からご指名をいただいたのがこのオフタイムということになっているんですが、まあ実は僕は最初こう反対したんですよね。なぜ反対したのか、そして結果どうなったのかというのはまとめのところでお話ししたいと思います。フレームがアルミになっております。フロントフォークは鉄ですね。適用身長は148センチから184センチの方まで対応できるということになっていて、サドルの高さが地上から78センチから 95.5 センチまでこう動かせるということになっております。カラーはですね、このマットブラックブラックとオレンジブラック、グレーイエロー、そしてターコイズブラックということで4種類展開ということになっております。この黒黒っていうのが一番無難ですかね。使いやすいと思います。ただ街乗りとかですね、どっかこう持ってって海沿いとか走りたいという方にとってはオレンジ黒ターコイズブラックとかですね、ちょっと色がある方が映える気がしますね。こちら重量が 20.6 キロということになってます。折りたたみ自転車として見れば重いですが、電動アシスト自転車と思ってみれば軽いみたいな位置です。まあ、男性の方なら上げ下ろしは結構できると思いますが、まあ、女性の方にはちょっときついかもしれませんね。タイヤの方が前が 18×1.75、 後ろが 20×1.75 ということで太さは一緒なんですけれども、前の方が若干小さくなっております。後ろは20インチなので、まあ、しっかり走ってくれるという感じですね。その他の折りたたみ自転車のご紹介の時にもお話ししていますが、まあ、20インチ以上あってくれると助かるっていう感じがしますよね。空気は増し入れ1ヶ月に1回必ずしてくださいね。メカの部分を見ていくと、シマノさんのグリップシフトに前には切り替えありません。後ろが7段切り替えですね。ディレイラーはターニーとシマノさんのギアが使われております。波数がですね、前は47兆、後ろは12兆から28兆までの7枚、 1×7 の7段切り替えということになっております。前は47兆としっかり大きいギア、後ろも12兆のギアと、あと20インチのタイヤなので、見た目よりもしっかり走ってくれるっていう気がしますね。しかもしっかりシマノさんのパーツを使ってくれてるっていうのは嬉しいポイントです。グリップはエルゴノミックな形になってます。握った時にしっかり手にヒットしてくれて疲れにくいですよってやつです。サドルもあのセラロイヤルさんのサドルになってて、アナトミックデザインということで疲れにくい、見た目よりも座り心地のいいサドルということになってますね。しかもこちらサドルガードマンというのがついておりまして、ちょっと止めておる時にですね、いたずらとかでサドルが持ち逃げされないようにこう外してもこう抜けないようになってるんですよね。こういうちょっとした気遣い嬉しいですよね。さすがパナソニックさんです。ペダルも自転車を畳んだ時に邪魔にならないようにということで折りたためるようになってます。中のパーツを手前に引きながら倒してもらうとこうやってペダルが折れます。こちら左右とも同じ仕様になっております。片側一本スタンドが標準装備になっています。ブレーキは前がダブルピポットブレーキ、後ろが世界のシマノさんのフィン付きのローラーブレーキということで、雨の日でもしっかり止まってくれますね。フロントの部分にはバッテリーから電源を引っ張って光るリトル LED ビームランプ2というライトがついております。上半分はリフレクターで反射するようになってますし、下にはしっかり明るい LED がついているという状態ですね。こちらはワイヤーの鍵が標準装備されていて、このワイヤーを開け閉めする鍵でバッテリーの取り外しもできるということで、ワンツーキーロックということになってますね。この鍵でしっかり自転車を守っていた状態で、もしも自転車が盗難にあった場合はメーカーが3年間自転車を保証しますっていう盗難の保証がついております。
これ結構大きなポイントと思いますね。盗難を申請する際に、まあ、必要なことですね、こういったことは守ってくださいとか、どういった負担がありますよとかいうのは必ずですね、買われる時にお店かまたはパナソニックのホームページで確認をお願いいたします。そしてしっかり鍵はかけてくださいね。バッテリーは8アンペのものが使われていて、走行距離がパワーモードで30キロ、オートモードで38キロ、ロングモードで50キロということになってます。普通に自転車を漕いで1時間に進む距離っていうのがだいたい13キロぐらいが目安ということになると思うんですね。1回の充電で3時間ちょっとぐらい乗れますよということになりますかね。オートモードでですね、サイクリングとか持ち運んで使いたいっていう方には十分な距離走るというふうに思います。充電時間がフル充電で約3時間ということになってますね。オプションとしてはしっかり泥跳ねを防いでくれるロング泥除けと、まあ、簡単な簡易泥除けですね、ショート泥除けと2種類用意してありますし、どうしてもカゴが必要という方に関してはフロントに取り付けれるカゴというのは用意してあるんですけれども、そちらのカゴですね、カゴ足つけてとかいうこうしっかりしたカゴになっておりますので、取り付けてしまうとこう折りたたみが結構面倒くさい、まあ、できないような感じになってきます。なのでですね、まあ、汎用で出てるこのハンドルに引っ掛けるようなカゴみたいなのを探していただくと、ちょっとしたものはこう乗せられるっていう感じですかね。まあ、その代わり耐荷重がもう3キロとか5キロとかなってくるんで、重さがあるものは乗せられないみたいなカゴも探せばオプションで付けれると思います。こちらのオフタイムの価格が税込みで14万580円ということになっております。そこそこいい値段がしますね。ではここで自転車を一回折りたたんでみようと思います。こちらをご覧ください。折りたたみました。いや結構簡単に折りたためるでしょ。折りたたみ自体は本当簡単にできます。ただ本当ね、こう持とうと思うと20キロあるものっていうのはですね、なかなかやっぱ重いので、腰なんか痛めないように気をつけていただきたいとは思いますが、これ1台ですね、車に積んで持ち運ぶことでどっか遊び行った時に行けるエリアっていうのは本当広がると思いますので、その分ですね、本当楽しめるポイントが増えるという部分を考慮いただきたいと思います。で、最初の話なんですけれども、運動不足解消に持ち運びたいという方、オフタイムがいいと言われた時に僕反対したんですけれども、まあ、そういった僕の意見も聞いた後にお客様、やはりオフタイムがいいということでご購入いただきまして、何回か使った後にご連絡いただきました。その結果なんですけれども大変満足したということで、いや僕が言ってたのとかよりも全然走る、めっちゃいいよというふうに言われたんですよ。おかしいなと思って、よくよくスペックとかなんとかを調べたところですね、僕が最初に知ってたオフタイムはフロントギアが41兆だったんですけれども、何年か前にちょっとマイナーチェンジがあってで、フロントが47兆に変更になってたんですね。そのおかげでこういった見た目でもしっかり走ってくれるという状況になってたみたいで、その方はですね、まあ、海沿いとかなんとかこういろいろ走ったんですけれども、めっちゃ楽しかったと、オフタイム買ってよかったというふうに言われたんですよ。僕の思ってたオフタイムのイメージとはもう全く違うようにこう変更されてたってことですね。ちょっと勉強不足だったんです、僕は本当も反省しております。なので今日こういった動画を撮らせていただきました。これからいろんなところに出かけたい季節にもなりますし、そういったことができる状況っていうのにはどんどんなっていくと思いますので、お供にですねオフタイムちょっと提案させていただいてもよろしいでしょうか。